ワクチン接種になった瞬間にね、今までの努力はパーショ。朝から晩まで、朝から夜遅くまで畜舎の掃除をし、消毒をし、一生懸命やってきた。だからね、私がそのワクチン接種やったら次の日の朝、今日行ったんだよ。骨髄とたくさんあって、俺たちの今日までの汗と涙、あの苦労は無駄やったっちゃろうか。胸を張れと。これまでね、君たちがやってきたことはこれからは再建なんだから。確かにこのお鈴からは一頭の牛も豚もいなくなってしまう。それを受け入れなければ仕方がない。お前たちが